世田谷自宅離れにて、世田谷自宅離れにて、梶んを偲ぶ会、梶正雄は、日本の政治運動家、予備高校講師、評論家、野見野隆介名義での著作もある、東京大学工学部卒業、小田稔、吉川雄一らと共に、ベトナムに平和を、市民連合で活動していたことでも知られる。また、水道方式をめぐる、算数、数学教育の評論、 活動家としても有名。同時期に代々木ゼミナール、河合塾、寸大予備学校の三大予備校を平任で教団に立った、けな経歴を持ち、通信添削 Z 会の数学主任としても受験指導を行った。また、長年にわたり、大ゼミでベーシック数学ゼミを担当し、大分社の大学受験ラジオ講座の講師も務めた。 応文社の基礎問題成功、標準問題成功シリーズや、増進会出版社のトレーニングシリーズ、アレフ社の微積分演習、大数期間演習、行列、積分、整数などを執筆。現代の学校教育に疑問を呈し、若者が受験戦争を勝ち抜くために良い点数を取る、方法のみを求め、学ぶこと、知識を得ることの本質を見失っている。 と嘆いていた。世田谷にあった自宅離れを若者たちに解放し、美積分の会、脱、学校の会などを主催。権威振らない気策で優しい人柄で慕われ、たくさんの若者たちが集った。自宅離れに若者たちが集まっていると静かに現れ、お気に入りの椅子に座り、年齢差など関係なく、誰とでも親しく話した。 悩んでいる若者や居場所がない若者の相談にも乗っていた。恥ずきがうじて、ハセタクの傍らにアパートを借りた足主役通う者もいた。当時はあまり普及していなかったパソコン PC-9801 やマッキントッシュなどを使い、コピー機などとともに無償で若者たちの解放の発行などにも利用させていた。1998年死去。墓地は、 東京、港区の青山墓地青山墓地内、西16通り10本目右折、3つ目という区画にある。評論には、反、数学教育論、高校無用の大学進学法などがある。すでに自宅跡は取り壊され、他人の手に渡っている。さん青山墓地詳細図青山墓地周辺図。ありがとうございます。